ークコブラホール入場。本場アメリカのアルティメット大会の因縁が海を越えて直輸入されてきました。ただいま場内にはマーク・ホール選手、マーク・コブラ・ホールとコールされました。入場してまいりました。ムーイエドー、テコンドー、アメリカン空手をたしなんでいます。デトロイト出身、第7回アルティメット大会、これではポール・バレランスに1対1敗れましたが、第10回アルティメット大会ではドン・フライトも相まみえています。アルティメット大会の常連ということが言えます。マーク・ホール選手が今入ってまいりました。ちなみにこのムーイエドーというのはカンフー、テコンドー、合気道をミックスした格闘技ということだそうです。さあゆっくりとオクタゴンの入り口に差し掛かり、そして T シャツを脱いで入ってまいりました。黒いスパッツ、これがアルティメット大会の正装と言えるかもしれません。赤コーナー、第8回アルティメット大会優勝、ドンフライ入場。さあアルティメット大会のチャンピオンがいよいよ姿を見せました。第8回アルティメット大会優勝、そして第10回は準優勝、なおかつ第9回アルティメット大会におきましては、あの北尾浩二選手を40秒で葬った男ということで、日本のファンにも馴染みがあります。ドン・ザ・プレデター・フライ入場であります。フロリダ出身、柔道、ボクシング、シラット、そしてプロボクシングも経験しています。主にメインとしてはレスリング、フリースタイル、グレコローマンスタイル、どちらでも OK ということです。さて堀田選手、はい、このカードは今日のこの組み合わせの中で最もアルティメット大会そのものをですね、見ることができるカードだと思います。どちらもアルティメット大会の常連ということですから、アメリカでの因縁がそのまま実現ということになります。特にですね、この前の第10回アルティメット大会ではマーク・ホール選手、彼がですね、ドン・フライ選手に負けていますので、これもまたリベンジマッチということになります。アルティメットのリベンジマッチということになります。赤コーナー、185cm93kg。 2人ともこのアルティメット大会の常連なんですけど、体つきとか、あるいは雰囲気とかいかがでしょうか、堀田選手。そうですね、まあ、これもやってみないと分かんないですかね、さっきの実践ですか。まあ、例えば初対決、あるいはどちらかが初めてこのアルティメットファイトをする、そういう場合は予期せぬ出来事がかなり起こるわけですけれども、この2名に関して言えば、まあ、一度は戦っている、そしてなおかつどちらもアルティメット大会の常連、片やチャンピオン、そしてどちらもベスト4には入ったことがあるということですから、まあ、かなりレベルの高いアルティメットファイト、そういうものが期待されます。まあ、しかし何が起こるかは分からないといったところです。私も行ってから撤回してしまわなきゃいけないことがたくさん起こりそう。さあ早くもラッシュをかけてますね、追い込んでます。さあ打ち込んでますね、ガンガン。これはさあスクッと立ちました。グローブつけてるのはやっぱりあれですね、はい、拳を痛めるからですよね。そうですね、まあ素人目にはかえって優しいのではないかと見られてしまうかもしれませんが、自分の拳を守るために、ね、グローブを着用ということですね。ムーイエドー、テコンドー、アメリカン空手、まあ、アルティメット大会というのは我々にいろいろなものを教えてくれたんですけれども、このアメリカ、そして世界には本当にたくさんの格闘技が存在しますね。そうですね。ムーイエドーというのは、それは何ですか、それ。カンフーとテコンドーと合気道をミックスしたものというふうに我々の資料に書いてますけどね。じゃあ実際どこがそれなのかというのをちょっと検討つけます。さあ打ち込んでいます。マーク・ホール、かなり思いっきり顔に落としています。さあ場内も騒然としてきましたね。この常に見られる光景ですけども、やはり下になったものの窮地というんでしょうか、そうですね、苦しいというか危険なんですね、下になる。さあ続きです。やっぱマウントポジション取られちゃうとね、逃げられないですからね。まあ、非常に説得力というか、現実味を感じさせますね、この選手の声で。さあゴツ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 いっていますね。この眉間というかですね、こめかみのあたりにも振り下ろしていきます。何度も申します通り、これはアルティメット大会、要するに何でもあり、何をやってもいい、目をつくこと、噛みつくこと、それ以外は何をしても構わない、とにかく相手を倒すのである、何でもありのルール、その中で戦い抜いてきたこの2人。続きをこれこめかみというか眉間のあたりですね。そうですね、その効くんですかね。まあ、そうそう
簡単には食らいたくない場所ですね。でも鼻なんかちょっと一発折れちゃいますよね、この実績なんてね、はい、さあ、堀田選手もほとんどファイターとして見てるのがどんどん出てくるようになってしまいましたが、堀田選手の試合の時はこの続きが、続きはあの時は良かったんですか？L1 に出た時は続きが良くて、はい、はい、ユートップはユートップはなしですね。なしだったんですね。で、その L1 の時に続きで遠藤選手の顔をめちゃくちゃにしちゃったと、はい、そうですねその前歴があってそういうことになってしまったのかもしれませんけれどそうかもしれないですね。で、さて、まあリング上でも様々な、話題を投げかけているアルティメット大会ですが、リング外、つまり社会現象的にはいろいろな、問題というか物議を醸し出しているのも事実であります。その中で戦い続けていくこと、そして高いレベルを見せていくということは、この2人の選手並々ならぬ実力だということが言えると思います。さあ、お互い一度は対決している中でリベンジマッチになるわけですけれども、あれで逆指なんかって面白いですね、はい、そうですね、ついついプロレスファンならばここから一気に反転すれば決まるんじゃないかと思ってしまいました。逆指なんて思っちゃってるのもあるんですけど、それは違うんだよって言ってるんですけど、はい堀田選手はやっぱりどうなんですか、この見ていてそういうこうやればいいじゃんとかそういう気持ちっていっぱい出てきちゃうわけですか、こうやって見てますありますね。なんでここはガラガラだから攻めちゃえばとか、はい、言うのはね、いくらでも言うんですよね。ですよね、はい、で実際戦われますとそうできないですねさあ、その2人、マークホール対ドン・ザ・プレデター・フライ、アルティメット大会の常連同士の対決。しかし我々がほのぼのと話している時にもリング上でかなり凄惨なシーンが今展開されていますね。放ちですね、これも。続きがあるとどうしても出ちゃうんですね、はい、そうですね、入ってるわけですね確実に。さあ、対決としましては空手、つまり打撃系対、レスリングというかですね、柔道ですね、寝技の対決というそういう見方もできるんですけれども、今のところちょっと膠着状態というわけではありませんが、試合的には動きの少ないものとなっています。しかしこれはリング上にいる2人にしてみればもう一瞬の隙も許されないというか、息もつけないようなスリリングな状態なんでしょうね。どうですか、リングの中、このオクタゴンというかアルティメットの中で戦っている時の時間の流れというのは自分ではどういうふうに感じるものですか？いやもう長いんですよ。長いですか？はい、もう時間がもう、終わってるじゃない、こんな時間しかしないのか、やってるんじゃないかなっていう。ポッ選手の場合は例えば4分とかですね、そのぐらいのタイミングしていますが、まあ、かなり短いタイミングをしていますけど、やっぱり全然わからないものです。本当にもう今自分がどの辺でやってるかということが本当にですね、本当に集中するからね、はい、疲れが本当なんですよ、試合が終わった後の疲れ、その緊張感がなんか解けるというか、なるほど、もう本当にどっと疲れが出て、はい、そのガンなんかの、はい、脱力感というか、リュッてもう力を抜けて何もしたくないというか、何もしたくない状況、やはりプロレスと比べまして、疲れる方が違うと。そうですね、まあ、プロレスはまあ私も結構何ですかやってますから、はい、それなりに分かりますよね、はい、でもやっぱこのルールとか回ってしまいましたね。さあタップでしたね、今のは下になった。あーもうかなり広いですね。ドン・フライ選手が勝ち名乗りを受けました。ドン・ザ・プレデター・フライ選手、ドン・フライ選手やっぱり体がすごいいいですね。そうですね、柔道、ボクシング、プロボクサーとしてのやはり経験もありましたので、その辺のパンチがかなり効いたんじゃないかなと思いますね。そうですね、はい。Markall was stronger today and quicker. What happened in Birmingham, Alabama, I just had a bad day of karma. Here it was my night to win.Back in Alabama, it just wasn't my destiny to win, and I cheated destiny twice by being Mark Hall and Brian Johnson. But in the finals, destiny caught up to me. He's a tough guy, you know. Don Fry's a real tough guy. He's a champion fighter, and, you know, it's my second time to fight him. First time I lost, and I remember he was very tough last time, too. He's just a tough fighter.It's an honor to fight him. He's a champion, and it's an honor to fight him. And I think we have a lot of respect for each other.